スルガトラフの位置、スルガトラフは、スルガ湾内の海底地形。伊豆海拓、金スのセフ近のトラフ協作部より北方を、スルガトラフ、南方を南海トラフと呼称される。南海トラフ同様、南側のフィリピン海プレートが、北側の陸側プレート下に沈み込んでいるとされており、収束型協会の代表地形として、南海トラフの一部に含まれることもある。 伊豆半島を挟んで、東側には、相模トラフがある。この地域では1854年の、安政東海地震以降、巨大地震が発生しておらず、地震空白域となっている。ユーラシアプレートの下に、フィリピン海プレートが常に潜り込みを続けており、スルガトラフで、東海地震が発生すると考えられている。ただし、スルトラフ部のみを震源とする巨大地震が過去に、 単独発生した形跡は、これまでのところ確認されていない。1978年の大規模地震対策特別措置法以降に、気象庁により、東海地震の想定震源域の海底には、水圧計、ケーブル式海底地震計、傾斜計などの地震や、地殻変動を常時連続的に観測する施設が、集中的に配置され、地震観測網が構築されている。 ありがとうございます。